けどさ、だこが。そうなっちね。テレビの中から、怖い、さだこが出てくるぞ。みんな逃げろ。大雨、風にも気をつけて、交通マナーも守りましょう。良い子の皆さん、道路を渡るときは手を挙げて、右見て左見て、お子様の安全、お年寄りも大切に、女の人も敬いましょう。あかんぴ、そなきね。Thank you.
と練習で上達します。先生は諦めない気持ち、自信を持つことの大切さ、人を敬う気持ちを大切にしております。良い子の皆さんも先生を敬う、ご両親を敬う、人を敬うというのは本当は大切なことだと思います。先生も 100% 完璧などありません。機械ではないのです。人間は心から音楽を奏でると思います。機械のように正確に弾くことよりよ、ワンフレーズワンフレーズ気持ちを込めて演奏するというのもとても大切だと思っております。ご両親を敬い、先生を敬い、下級生やお友達も大切にする。お友達も下級生のお世話や面倒をきちんと見ておられると思います。尊敬語、人を敬う、ピアノ教室の役割として、もう一度皆さんに再確認したいことがあります。3連休ですが、明日もお稽古ですが、先生とのお約束をきちんと守ってくれる良い子はちゃんと伸びております。拍の長さ、ゆっくり指替えもちゃんとできるところは褒めてどんどん伸ばす。拍の長さに曲を読み解く能力もちゃんとついてきております。できないではないんです。丸、丸、不可能などないのです。良い子の皆さんも無理をしないで自分の好きな曲をゆっくり歌いながら弾いてみてください。特に平音記号の位置がわからない、読譜が難しい、これは誰にでも起こりうるプラトー現象ということがあります。誰でも毎日毎日完璧ではないのです。必ず生徒さんの持っている潜在能力を引き出し、あかんはいいな、あかんは言わない、あら、お人形ちゃんと忘れずに持ってきてね、しのぶのお人形に、アメモリくんに、しまくん、トラキチくん、しまきちくん、メールちゃんもたまに忘れてきますが、きちんと靴の脱ぎ方揃えてくださるお母様、ちゃんと挨拶ができる、ちゃんと先生は見ております。良い子もちゃんと落書き小僧に、お絵描き小僧、象は象でもみんな違ってみんな良いんです。先生もまだまだ未熟でございます。それでは3連休初日スペシャル終わります。明日もこうご期待ください。藤井風からいろんな曲を弾いておりますが、何でもやってみよう、子どもチャレンジが大切ではないでしょうか。それでは一句、朝んでんぎゅ、どこへお出かけ嬉しいな、台風も何のその